はい、皆さんこんにちは、リベルタです。いや、圏央道できて本当に便利になりましたね。もう道志道行くのもね、圏央道で多摩の方からバビューンとここまで来れてしまうんで。で、今回なんですけども、山梨県にある浅間神社行ってまいります。で、そこは富士山がとても綺麗に眺めることができるっていうことで、今日は一眼レフのカメラ持ってきました。いや、昨日フットサルをやったんですけども、めっちゃ筋肉痛が残ってて痛い。もうバイクの乗り降りがね、本当足上げるのが痛いんですよね。まあ、乗ってる分にはね全然問題ないんですよ。ただ降りる時と乗る時の足を上げる動作がめっちゃ痛い。おやば、富士山見える。よし、行けるかな。もうなんか股関節取れそう。あ、取れた。俺も行く、左行こう。はい、道の駅へ、富士吉田でございます。あ、CB ガールじゃないですか。よいしょ、やばいやばい、筋肉痛にはきつい。よいしょ。はい、それではね、荒倉山浅間神社に向かいたいと思います。あー、暑い。いや、5月なのにめっちゃ暑いですね。で、ここを右方向か。はい、YESP 富士吉田さん、どうもこんにちは。よいしょ。いや、もうまっすぐ見通しいいからいいね、この道。痛い。こっちでいいんでしょ。もう畑、うん、左方向です。ういういうい、車おらん。 OK。荒倉山どこですか？浅間神社どこですか？いやー、マジ迷子だわ。マジマジ。あ、下吉田駅。下吉田。車右って書いてあるよね。どこかな？右方向です。駐車場。こっちか。お、パーキング今日はもしかしたらかっこいいかもしれないね。夕日ですか？わかる？向こうの向こうの方の空が雲がなさそうでしょ？ああ、はいはいはい。で、こっちに高いところの雲があるでしょ？はい。どうなる？オレンジになりますね。夕焼けなんだよ。赤かオレンジになんだよ。もう絶好の役者。